皆さん、こんにちは。今日は日本の歌謡界を代表するアーティストである前川清さんと、その元妻であり同じく歌手として名高い藤圭子さんについてお話しします。この2人の関係は華やかな芸能界においても特に注目を集めたもので、彼らの結婚、離婚、そしてその後の人生について詳しく掘り下げていきたいと思います。前川清さんの現在の妻は武井麻美さんです。彼女との結婚は1982年、昭和57年に遡ります。前川清さんが1987年にクールファイブからの脱退を表明し、ソロアーティストとしての道を歩み始める中で、武井麻美さんの支えが非常に大きかったことは間違いありません。二人の馴れ初めは仕事関係の飲み会の席でした。レコード会社の社員だった武井麻美さんと、現役バリバリの歌手だった前川清さんが知り合ったのです。武井麻美さんが働いていた会社名は非公表ですが、前川清さんは BMG ジャパンの前身 RVC というレーベルに所属していたため、武井麻美さんも RVC の社員だった可能性があります。結婚の決め手は公表されていませんが、前川清が妻武井麻美に一目惚れしたという説が有力です。当時前川清さんは売れっ子歌手で多忙な日々を送っており、結婚相手を探す暇はなかったはずです。しかし飲み会で同席した武井麻美さんの美貌に前川清さんが一目惚れし、猛烈なアタックを仕掛けた結果結婚に至ったという流れです。前川清さんのプライベートを考察する YouTube 動画のコメント欄では、武井麻美さんが9歳年下であり森尾由美さんにそっくりな美女であるという情報が掲載されていました。具体的な話題も続々と出てきています。例えば福岡県出身、妻の友人の親戚が音楽関係者だった、同棲期間が長い、キルト店に前川麻美として出店などです。前川清さんの妻武井麻美さんは穏やかなイメージが強い森尾由美さんに似ており、非常におっとりした性格の女性である可能性があります。また前川清さんのパートナーがとびっきりの美女であることは間違いありません。前川清さんと武井麻美さんの間には3人の子供がいます。長男と次女は父親と同じ芸能界に飛び込みました。具体的には長男の弘樹さんと次女の雪菜さんがいます。長男の弘樹さんは A モーション05というオーディションでグランプリを獲得しデビューしましたが、歌手としては鳴かず飛ばずの状況が続いています。一方次女の雪菜さんはアウトデラックスで LGBT であることをカミングアウトし話題を集めた過去があります。長女についての情報は少ないですが、彼らの家族構成がどれほど芸能界に影響を与えているかは明らかです。前川清さんと武井麻美さんの家庭は多くの人々にとって理想的な家族のモデルとなっています。前川清さんの妻武井麻美さんは福岡県水巻町生まれで九州女子大学を卒業したと言われています。長崎県佐世保市生まれの前川清さんと同じ九州地区出身の武井麻美さんの人物像を探ると、顔画像や年齢差、現在の職業などが浮かび上がってきます。武井麻美さんは黒木ひとみさんに似ているという噂があります。顔のパーツも整っており、女優クラスの美女であることは明白です。年齢差については、前川清さんが1948年昭和23年生まれ、武井麻美さんが1960年昭和35年生まれである可能性が高く、12歳差の夫婦であることが注目されています。現在の職業については不明ですが、専業主婦である可能性が高いです。前川清さんと結婚する前はレコード会社の社員だったため、現在も音楽関係の職業に就いている可能性はありますが、2023年時点で武井麻美さんは63歳であり、専業主婦として穏やかな日々を過ごしていると考えるのが自然でしょう。武井麻美さんの美しさや優しさは前川清さんの活動を支える重要な要素であり、
彼の成功に大きく貢献しています。彼女の存在は前川清さんにとって欠かせないものであり、彼らの夫婦関係は多くの人々にとって憧れの的となっています。前川清さんは2022年12月23日に放送された徹子の部屋で妻武井あさみさんとの夫婦仲が良好であることを匂わせています。70代になった今も新たな挑戦を続け、最近やっと洗濯機を使えるようになったと語り、70代に突入した中でもラブラブな夫婦仲を保っていることがうかがえます。音楽活動最優先だった前川清さんですが、70歳を超えてから家事をやるようになり、洗濯機の使い方を教えたのは妻武井あさみさんである可能性が高いです。このエピソードは彼らの関係がどれほど強固であるかを示しています。前川清さんの音楽キャリアが成功を続けている一方で、彼の家庭生活も非常に充実しています。武井あさみさんとの結婚生活は40年以上にわたり、2人の関係は今なお健在であり、前川清さんの公私にわたる支えとなっています。前川清さんの前妻は藤恵子さんです。2人は1971年に結婚しましたが、わずか1年でスピード離婚しました。藤恵子さんは2013年8月に62歳で急逝しています。前川清さんは前妻が亡くなった直後に追悼のコメントを出し、ネット上でも話題になりました。前川清さんと藤恵子さんの馴れ初めは芸能人野球大会でした。藤恵子さんがクール5の応援団として芸能人野球大会に登場し、その後1970年の橋幸夫賞で前川清さんが藤恵子さんに花輪を贈呈しました。藤恵子さんの恩師である石坂正夫さんが2人の仲を警戒する中、前川清さんは藤恵子さんと結婚を決意しました。2人は1971年に結婚しましたが、恩師の反対を振り切っての結婚であったため、すれ違いが生じ、結婚生活は長続きしませんでした。1971年の NHK 紅白歌合戦で夫婦共演を果たす予定でしたが、前川清さんが緊急入院したため夫婦共演が夢に終わりました。結婚当初、前川清さんは22歳、藤恵子さんは19歳であり、二人の若さと芸能界での忙しさが結婚生活に大きな影響を与えました。前川清さんは、彼女は恩師で事務所の社長でもある作詞家の石坂正夫さんの自宅に住み込みをしていたので、隠れて会ったりするのはなんだか嫌だねと、だったら一緒になった方がいいかもねっていうのが結婚に至った理由でしたと語っています。新婚生活は多忙極まりなく、二人とも歌謡曲全盛期の中で多忙な日々を送っていました。彼女も飛ぶ鳥を落とす勢いの人気歌手でしたし、僕たち内山田博とクール5も毎日歌番組をいくつもはしご、朝から晩までテレビ局を何局も回ってね、もうどれが生放送でどれが収録なのかもわからない状態、二人ともひたすら一生懸命に歌って家に帰る、そんな生活でした。思えば夫婦水入らずでゆっくり語り合う時間なんてなかったですねと前川清さんは振り返ります。1972年8月12日、おしどり夫婦と呼ばれた二人は電撃離婚会見を行いました。前川清さんは、結婚生活を振り返ってみても何だったんだあれはって思います。ただね、1年間の結婚生活の中で彼女には1円もお金を出させることはなかったですよと語り、離婚の理由についてはつかみどころのないものだったと述べています。前川清さんは九州男児の意地で藤恵子さんにお金を出させることなく、彼女に対して優しさを示しました。彼女が清ちゃんが一番優しかったと言ってくれたことを後に人づてに聞いた前川清さんは、素直に嬉しかったと語っています。売れっ子同士の早すぎた結婚と離婚劇は少なからず2人の音楽活動に影を落としました。内山田博士とクール5はその後もヒット曲に恵まれましたが、2年連続で紅白不選出となり、藤恵子さんもヒットが続かず、1974年には喉のポリープ手術という
スランプに陥りました。この時期に藤圭子さんは芸能界引退を考え始めました。藤圭子さんは生涯に2度の結婚を経験しましたが、その美貌を放っておく者はいませんでした。69年に新宿の女でデビューし、瞬く間にスター歌手となった藤圭子さんは、71年に前川清さんと結婚し、その翌年に離婚しました。前川清さんは週刊誌の取材で新婚生活について、セックスがなかった、初夜だけだったと赤裸々に語っています。結婚前から関係が破綻していたとも言われ、離婚の原因はすれ違いの多い夫婦生活でした。2度目の結婚は歌手を引退し渡米した先で出会ったテルザネ氏との間で行われました。藤圭子さんは他人を信用することができず、娘ひかるさんが桐谷和明さんと結婚する際も、相手はお前の財産だけが目当てと結婚に反対しました。藤圭子さんの敏感すぎる気質は彼女が身近な関係を築くことを難しくし、最終的には孤独な死を迎えることになりました。彼女は62歳で自ら命を絶ちましたが、前川清さんは彼女の死を知った時ショックだったが、どこかで彼女が平穏な老後を送り、布団の上で静かに息を引き取る姿をイメージできなかったと語っています。歌手の和田アキ子さんと前川清さんはフジテレビ系バラエティ番組ダウンタウンのに出演し、48年前の禁断の愛について語りました。和田アキ子さんは前川清さんに恋していたことを告白し、湘南の海へのドライブデートのエピソードを披露しました。和田アキ子さんは前川清さんに対して、大好きだったの昔と語り、デビュー2曲目土砂降りの雨の中でが大ヒットした18、19歳頃に前川清さんが、外車を買ったら真っ先にお前を乗せてやると誘い、湘南の海へドライブデートをしたと明かしました。前川清さんは、あっこも可愛い女の子なんですよ、垣間見える時あるでしょ、飲み物買ってくるよって言ったら、助手席で私買ってくるって買ってきてと、和田さんの女性らしいエピソードを披露しました。和田アキ子さんは前川清さんに手を重ねられるも避けたことを明かし、それはあかんと思った、海に行くまではふと語り、恥ずかしがりながら当時の思い出を振り返りました。デートの途中で車のロックがかかるハプニングがあり、 JAF を呼ぶことになりました。そのハプニングにより帰り道で大喧嘩になり、俺はもうお前誘わない、私も電話しねえよとお互いに言い合ったというエピソードが語られました。その後前川清さんが藤圭子さんと結婚することになり、和田アキ子さんはそれから藤圭子だったのよ結婚と振り返りました。和田アキ子さんがなんでダメだったのと藤圭子さんとの離婚理由を尋ねると、前川清さんは、藤圭子さんは結婚した時から演歌とか興味ない、外国行くという感覚的に違ったと説明しました。和田アキ子さんはまた前川さんの家で藤圭子さんと鉢合わせになったエピソードも披露し、藤圭子が隠れたと話しました。さらに松本人志さんが二人が結婚しようとはと聞くと、和田アキ子さんは言ってくれたらねと返答し、前川清さんは無言になるも、やっぱり好きですよ、二人で番組とかで一緒になると照れる自分はいます、僕にとっては芸能界で初めての女性ですからと和田さんへの思いを語りました。藤圭子さんが亡くなってから6年、前川清さんは彼女の魅力について語っています。前川清さんは自身のカバーアルバム My Favorite Songs Japanese 4で藤圭子さんの1972年のヒット曲京都から博多までを収録し、彼女の魅力を再確認しました。前川清さんは歌いながら、やっぱり彼女のドスの効いた歌声と独特の世界観ってすごいなぁと改めて感じさせられましたと語り、藤圭子さんの魅力を忘れないでほしいと述べました。彼はこの曲が流行っていた頃ってちょうど藤さんと結婚していた時期、一緒に歌番組に出演したりして目の前でよく聴いていました。だから耳が覚えている、自分ではもうちょっとうまく歌えると思って
あえて音源は聞かずに収録に挑んだんですが、思っていた以上に難しかったですね、と振り返ります。これまでライブなどで同曲を歌ったことは何度かありますが、 CD に録音するのはこれが初めてです。歌というのは歌っている人が亡くなった直後頻繁に流れるけれど、1週間もすると遠ざかっていくじゃないですか。でも彼女の良さであるとか魅力だとかは忘れてもらいたくない。別れはしましたけど、彼女に対しての思いっていうのはそりゃありましたからね、と前川清さんは語ります。藤圭子さんの魅力を忘れず、彼女のファンに少しでも喜んでもらいたいという思いから収録を決めたといいます。前川清さんは藤圭子さんの歌声を通じて彼女の存在を再び感じることができるようにと願っています。藤圭子さんが亡くなった6年前の8月22日、前川清さんはその知らせにショックを受けましたが、ああ彼女らしいなとも感じました。藤圭子さんは圧倒的な歌唱力と存在感、儚さと数奇な人生を持ち、強烈なインパクトを残してこの世を去りました。前川清さんは年に一度藤圭子さんの歌をライブで歌い続けており、藤圭子さんの魅力を伝え続けています。前川清さんは、藤圭子という女性には新宿の2文字がよく似合います。銀座でもない、六本木でもない、新宿がしっくりくる。そして週の住処となった場所も新宿でした、と語っています。1980年には離婚後7年ぶりに藤圭子さんと共演し、前川清さんは藤圭子さんを送り出す激励の意味を込めて京都から博多までを歌いました。この共演は藤圭子さんが芸能界最後の思い出にと熱望し、萩本欽一さんの粋な計らいで実現しました。前川清さんは、僕歌ってましたっけ、覚えてないなあ。まあもしも今の年でお互いに独り身であったならもっと分かり合えたかもしれませんね。でもそういう運命の流れがあったからこそ、宇多田ヒカルさんという歌手がこの世に誕生したわけですよ、と語り、藤圭子さんとの関係が宇多田ヒカルさんの誕生につながったことを示唆しています。1998年、宇多田ヒカルさんのファーストアルバム「ファーストラブ」は900万枚突破という日本新記録を打ち立てました。藤圭子さんは娘の類まれな才能を全力で後押しし、宇多田ヒカルさんのデビューを支えました。前川清さんは、宇多田さんがデビューする前、一度だけ富士山から電話がかかってきたことがあるんです。娘は天才なのよって。それから間もなくしてすごい歌声の若い子がいるなと思っていたら、それが富士山のお嬢さんだった。独特な声質がそっくりで驚きました。歌っている時というよりも喋っている声が、 CM で宇多田さんの声が流れた時思わず振り返ってしまいますもんね、と語っています。昨年5月、前川清さんは芸能生活50周年を記念してシングル「初恋ラブインフォール」を発表しました。偶然にも宇多田さんが同月にリリースした新曲のタイトルも「初恋」であり、前川清さんは、こっちは得した、誰か間違えて買ってくれないかな、なんて冗談を言ってましたけど、向こうは迷惑しているかも、でもこれも何かの縁かもしれませんね、と語っています。8月は前川清さんにとって特別な月であり、藤圭子さんとの結婚も離婚も、そして藤圭子さんの死も8月に起こりました。前川清さんはたまたまなのかもしれませんが、どこか不思議なものを感じなくもありません。今年も僕をはじめ多くのファンの皆さんに富士山を偲んでもらいたいですね、と語り、藤圭子さんを偲ぶ気持ちを大切にしています。前川清さんと藤圭子さんの関係は芸能界においても特に注目を集めたものでした。彼らの結婚、離婚、そしてその後の人生には多くのドラマがありました。前川清さんの現在の妻武井麻美さんとの関係も含めて、彼らの愛の軌跡を振り返ることは彼らの魅力を再確認する良い機会となります。前川清さんと武井麻美さんの関係は彼の成功を支える重要な要素であり、
彼らの夫婦関係は多くの人々にとって憧れの的となっています。藤恵子さんとの関係も前川清さんの人生に大きな影響を与えました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。